始まりましたよ皆様。どうも皆様、キッシーでございます。さあ、毎週金曜日はですね、その前日木曜日の18時にアップされている KinKiKids の YouTube チャンネルの楽曲についてお話しさせていただく企画となっております。コメンタリーオン KinKiKids Songs というタイトルでやっております。第11弾発表曲は連累でございました。なんとね、合作の一番乗りは愛の塊ではなく連累だったということでございますが、正直歌詞の世界観としてはですね、まあ冬というワードも出るのでもう少し後かなと思ってたんですけども、ここでこのタイミングでねやってまいりました。限りなく原曲に近いね音コーラスでやっていただいた、そんな楽曲をですね本日はご紹介していきたいと思います。連累、2005年11月16日発売の H アルバムハンドに収録されていた楽曲でございます。作詞は堂本剛くん、作曲は堂本光一くんといったことで、まあ、いわゆる恋愛三部作なんていう風にね、ファンの中で呼ばれておりますが、この愛の塊、連累、銀色暗号と、続いていくわけでございますが、まあ、この連累というね、まあ、いわゆる造語でございますね。この恋した時に流れる涙のことを連累と呼んでますが、この造語をタイトルにするって結構勇気いりません？こう馴染みのないワードをね、このタイトルにするっていうのはもうやっぱ作詞、詩人ですね。このでも音の響きがいいじゃないですか。連累っていうね。ねえ、連累っていうこの音がいいから、こう非常にね、耳に残りやすく落とし込みやすいですよね。で、この発売当時の2005年はですね、まだ二人の合作っていうのが当たり前じゃなかったんですね。で、かつこう初めてアルバムに合作曲が入るよっていう、そんな感じでちょっとね、息を巻いてたというね、記憶があります。で、まあ、蓋を開けてみたら、この歌詞の世界観はやはりね、愛の塊と同様に、女性詩であり、女性目線であるね、女性詩であり、さらにこう冬をやっぱ彷彿とさせるようなワードが散りばめられているといったことで、あ、KinKiKids の合作というのはちょっとこういった形で確立していくのかなという風になった曲なんじゃないかなと。さらにね、まあその後の銀色暗号でまた確定といったね形になるんですけれども、でもこの歌詞の世界の内容としては、こう使われてる楽曲というかギターとかちょっと激しめだったりするじゃないですか。まあでもこの辺は一作目の愛の塊がちょっとこうピアノのねイメージだったんで、こう大幅に変えたかったのかなっていう、印象を受けました。で、この楽曲の、まあ、ライブですとかテレビ披露に関しましてはかなり意外で、なんとですね、今までのツアー、まあ、ツアータイトルというとこだけで言うとですね、5回しかセットリストに入っていない。これめちゃくちゃ意外じゃないですか。しかもそのうちの1回は今年のね、あの24451ってつい先日なんですよ。この楽曲がね発表されてから17年間で5回ってかなりこれ少ないですよね。だからこの間のライブとかで聞いてた方もあまりそう思って聞いてた方少ないんじゃないかとね思いますけれども、そうなんです。だから連累を生で聴けるのは超レアというふうにね、今後も覚えておいていただければと思います。で、まあテレビ披露ももちろんね、アルバム曲なんでなかなかないんですけどもね、昨年末のね、堂本兄弟スペシャルで、このね、銀色暗号とのメドレーで披露してくれたという、これもだから相当貴重なシーンでございました。そしてこの楽曲に関しましては2014年の M アルバムの中でですね、セルフカバーを行っております。このイントロのギターがね、ピアノベースにちょっと変わっていたり、まあ、そこまで全体的な大幅な変更はないんですけれども、少し柔らかい感じになっているかなと思います。はい。ですので、まあ、この CD でね、改めてこの楽曲を聴きたいよと言った方はですね、この当時発売になった H アルバム、もしくは、ベストアルバムサンキュー、そしてこのアレンジ違いも聴いてみたいといった方はですね、M アルバム、これ気をつけてください。通常版の方にのみ入っておりますので、そちらはお気をつけて、お買い求めいただければと思います。さあ、といったわけで、まあ、第11弾まで見てみますと、どうやら、このセットリストがですね、24451のイベントでね、歌っていた曲が結構メインで入っているのかなと。というのも、おそらくその、まあ、バンドメンバーの方とか、コーラスの方がですね、こうあんまり新譜ばっか来てるとちょっと大変だったのかなっていうのもあって、ツアーでやってる曲と久しぶりに歌う曲みたいな、ちょっと織り交ぜながらやってたのかななんて、思っております。さあ、来週はどうなりますかね。まあ、ちょっとネタバレでオープニングでこう、ハッカキャンディーという文字だけ見つかっておりますので、まあ、ハッカキャンディーは、
来週か再来週に来るのかなと思っておりますが、まあ、その辺も期待しながらですね、来週のオリジナルライブも皆さんと一緒に楽しみたいと思います。それでは皆様、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。